この時間は IPO インタビューのコーナーです本日東証スタンダード市場に新規上場した証券コード 220A 株式会社ファベルカンパニー代表取締役ファウンダー古澤信夫さんにお越しいただいていますよろしくお願いしますよろしくお願いします初値が1190円この時間1240円で推移していますそれでは早速ですがどんな会社なのか ご紹介いただけますでしょうか、はい、はい。株式会社ファブリカンパニー代表取締役ファウンダーの古澤でございます今日はよろしくお願いします弊社ですね創業19年が経ちましたがデジタルマーケティングのですね自動化ツールミエルカシリーズをですね開発運営しておりますこちらのあの下の方にですね様々な業界のですね非常に素敵なお客様に恵まれておりましてこのような形で仕事を進めております事業概要ですが デジタルマーケティングというのはです、ね、さまざまな企業様のいわゆるマーケティング部署で,です、ねえー、マーケティングを推進するわけですが、そこで日々です、ね、さまざまな課題というのがです、ね、持ち上がります。例えば、新しい事業を立ち上げるのにです、ね、ホームページを立ち上げて、アクセスをどの,どのように集めるか分からないよというお話ですとか、あるいはあの広告費なんかをです、ね、たくさんかけているものの、この費用対効果がです、ね、具体的に分からないと。 まあこういった問題題が日々ですすね課題としておきますでこの課題に対しましてファベルカンパニーではデジタルマーケティング自動化ツールということですねオンライン上でのツールの提供それからリソースということですね 人手をですね提供するということでクライアント企業のですねマーケティングの課題を解決するというそういったお仕事でございます。で代表的なですねプロダクトを3つほどご紹介させていただきます。一、はい、つ目ですねまず見える海 SEO ということで SEO というのはですね検索エンジン皆さんもですね普段スマホで検索なんかをすることがあると思うんですけれども、はい、その時にまあ検索をしましてで検索をした結果からですね上の方からまあクリックをしていくというような行動をですね私どもは日常するわけ。です その時にです、ね、検索エンジン上で、えー、やはりクライアント企業のホームページができるだけ上にいくようにするという、うん、まあこういう,うお仕事をです、ね、支えているということなんですねで。昨今の検索エンジンにおきましては検索ユーザー、まあ、すなわち私たち日常的に検索している私たちがです、ね、その検索をするときに何をゴールとしているのか何を解決したいのかということをです、ねえー、しっかりと分析をして品質の高いコンテンツをです、ね、作るというのが クライアント企業に今求められていると、でこちらをですね自動的にですね指摘する、えー、分析をし、指摘をするという自動化ツールでございます。はい、はい、で次にですね、えー、見える化ヒートマップ、こちらはですねアクセスしてきたユーザーさんが今度はホームページの中をですねあのどのように回遊しているか、理想的に動いてくれているかということですねサーモグラフィーで確認することができる仕組みがあるんですね。そうししますすとアクセスしてきたユーザーザさんがですねどこを 熟読しているか熟読しているということはそこに興味があるということなんですね、えー、ですのでその熟読エリアをですねもっとページの上の方に持ってくるとかそこをもうちょっと<ー>、うん、詳しく分解して説明するとか、まあ、このようなですね改善を示唆してくれるこういったですねツールなんですね、はい、で次にですね見える化コネクトということで、はいえー、従前ですねやはりあのクライアント企業事業会社の皆さんは例えば広告の運用をする担当者が欲しいとなった時に求人情報を出すわけです で正社員として広告運用しませんかと、できる人いませんかということで募集するんですが、あのやはり事業会社の皆さんはです、ね、あの専門家ではありませんので、その求職者がです、ね、どのぐらいの専門性を持ち合わせているか、はい、あるいはその専門性が自社にマッチしたスキルなのかということでをアセスメントすることが非常に難しいです、そうするとせっかくです、ね、入社していただいた方がまた離脱してしまうということがよく起きると。 そこでですね、私どもやはり19年この仕事をしてまいっておりますのでそのマーケターさんのですね、実力をスキルアセスメントさせていただいてその企業にマッチングするように要件定義をしてですね、最適な人をですね、アサインするとこういういい、仕事をしております。あはいはいえー、よく分かりました見える化シリーズを展開されている、はい、ということなんですけれども、えー、続きまして 業績の動向について教えていただけますでしょうか、はい、こちらですね縦のですね赤い濃いグラフをですねご覧ください弊社ですね注力事業と非注力事業というのがございました注力事業というのは先ほど申し上げたですねデジタルマーケティング自動化ツールとリソースの仕事ですねで、今年今期のですね1クォーターの前半に非注力事業すべて撤退しておりますので今後は 注力事業しかないという状況でございます。その分におきましては、三年 CAGR ということで十三パーセントということですね。いわゆる市場のベンチマークをちょっと超えたぐらいの成長でございます。で、非注力事業というのはですね、私が創業してからですね、ずっと持っておったイ、e、ーコマースの事業ですとか、こういったものです。これはですね、すべて撤退済みでございます。はい。え次にですね、特徴的な収益構造というところですが。 弊社ですね先ほどの自動化ツール、これはあの毎月課金型のですねいわゆるリカーリングを中心とした継続収入なんですけれども、これを柱としまして、1700社超のお客様にですね売上が分散してございますので、特定のお客様に依存しているという体質ではないということですので、<ー>はい、非常に安定したキャッシュフローが毎年生まれているのが1つの特徴でございますわかりました。はい、はい それでは続きまして、御社の特徴、強みについて、教えていただけますでしょうか、はいえー、強みはです、ね、いくつかあるんですが、ここでは特にです、ねえー、同業他社、私どもと同業者にないところで、はい、私どもの際立った強みというところをです、ね、フォーカスしたいと思います。弊社はです、ね、この画面の左側に写っているものがです、ね、株主、そして取締役なんですが、いわゆる業界のです、ね、教科書的なポジションの人間が何人かいるわけですね。 教科書というのは、ですね、同業者がですね、例えば新入社員さんを迎えたときに、この者たちが出版した書籍ですとか、あるいは各種 SNS をです、ね、教材として配るとまあこんなようなですね、ポジションになっております。で彼らがですね、日々実践研究しているそのデータを、ですね、YouTube 番組ですとか、あるいは Twitter、あるいは彼らがです、ね、世界中でこう登壇をしてきて、 世界の権威、そういったところとネットワークを作ってきてですねこの情報を発信すると、でこれがですね非常に、まあ、ユニークと言いますか他にはない情報ですのでプレゼンスを高めているということなんですね。でこれをですね情報をウォッチしてくださっている方々というのが弊社のお客様になりうるそうということで強いリード獲得につながっているというところなんですね。は,はい、はい でもう一つの強みなんですが、今度はプロダクトということで、先ほどのこの獲得してきたリードに対して、です今度はプロダクトを提案するわけですが、弊社と同業のですね大手さんですと、やはりあのコンサルテーション、あるいはツールを導入した場合ですね、やはり月に80万円ですとか、100万円ですとか、こういった高いフィーをですねチャージすると、私どもはですねこれ、ご覧いただくと分かるんですが、エントリーモデルとしては、ですねクライアント企業の現場の課長さんがですね、 犯行しやすいと契約しやすいエントリーモデルを用意していると。<ー>はい。ゆに導入ハードルをですね下げることで、えー、リードタイムを下げ、はい、えー、そしてまずはお付き合いいただくということですね念頭に置いているんですね。はい。でなぜ安く提供できるのかっていうところなんですが、えー、私どももう十年ですね。えー ベトナムでオフション開発をしておってです、ね、24人のエンジニアがあそこにおりますので日本で比べてです、ね、非常に安い価格でできるとそして AI を研究している研究室との共同研究で昨今流行りのです、ね、AI の機能をです、ね、推進できるということですで次にです、ね、AI と人力のハイブリッドということで大体、ね、私どもの今の機能はどんどん AI 化が進んでいって、はい、すなわちです、ね、自動化が進んでいます。 なのでお客様のですねお仕事をです、ね、軽減するというところにですね今、機能の開発をフォーカスしております、それとやはり AI では解決できないものというのも多々ございますので、こちらはやっぱり人力、えー、人知ということで、弊社の先ほど教科書ポジションと申し上げた人たちがですねいつでも質問に答えてくれるというです、ね、このアナログな機能ですねこれもですね非常に受けている部分でございますあハイブリッドで展開されているということなんですね。はいかりました それでは今後の成長戦略について教えていただけますでしょうか、はいえー、まず、ですねこの左のですね赤い楕円にご注目ください、で私ども昨今、ですね中堅大手企業さんにですねちょっとリソースを集中投下しております、これは売上100億円以上のお客様を指すんですが、現在、約700社ほどですねお客様がいらっしゃいます。 日本にですねこの売上100億円以上の企業が大体1万3000社ぐらいあるというふうにです、ね、データで出ております。ですので、まだまだですね20倍以上の市場のポテンシャルがあると、また弊社、ですね現在、こちらのお客様から月15万円ほど頂戴しておりますが、まだまだですねこちらのですね余力も大きいということで、まあ、460億から2620億ぐらいのですねサムがあるというふうに捉えて進捗しております。次にですね戦略はい クロステル戦略ということで、はい、私どもその先ほど中堅大手企業に注力するというお話をしました、こちら、の1年半前からですねリソース配分をこちらに傾注しているんですが、この左側の縦棒のグラフですね、こちらお客様から頂戴しているお金のレンジを示しています、月額ですね3万円未満のお客様、そして3から30万円、30万円超のお客様ですね、こちら、の高額帯のお客様をですね企業数としては増えておると。 で総額としてのあらり額は、右のグラフにあるとおりです、ね、面積が増えているということがですねありますので、やはり現在のこの中堅、大手企業に対するですね注力は、一定の成果を見込んでいるということでございますはい、はい、ま,あまだまだこういろいろと開拓余地があるということですね。 それでは続きまして、こちらで株主還元について、どのようなお考えでしょうか、はい、弊社、ですね今まで積み上げてきた現預金というのがございますので、で今回、ですね調達させていただく金額と、それから安定したキャッシュフローを、まあ、3年程度想定したケースをここに書かせていただいておりますが、定常資金はですね月商の2ヶ月分程度で十分であろうということで考えますと、これだけのですねアロケーションの方に記載してある、ですねこれ、エクイティだけでですねこれだけの成長投資、M&A の減税 がございます。えこちらをですねしっかりと活用していきながらですね、株主の皆様の期待に応えられるようにですね、しっかりと力強く成長してまいりたいと考えております。わかりました。はい。え、はい、2005年設立ということなんですけれども。はいはい 今回の上昇の狙いとしましてはい、特にどういったことが大きいでしょうか、はいはい、そうですね、やはりあの私ども、ですねあのお客様からこれまで支えていただきました、1700社長のお客様に本当に感謝申し上げる次第なんですが、えー、そのお客様にですねより安心してサービスを提供し続けられるような体制、それはですね採用もそうでございますし、私どものブランド、見える化シリーズのブランドに対する投資、そういったこともしっかり、そういったところにですねしっかり投資をできる、そういう財務基盤をですね得て、しっかりと 会社を伸ばしていきたいと、こういうことで,です、ね、上場をししました、はいあはい、このこう20年弱で結構、時代の流れっていうのも変わってるかと思うんですけれども。はい 先の事業環境については、どのように捉えていらっしゃいますでしょうか、はいはい、そうかそですねこれからの AI が台頭してきます、うそうしますと、私どもの仕事はなくなるんじゃないかというのです、ね、危機感もあるんですけれども、私はこれ、逆にチャンスとして捉えておりまして、はい、やはりあの私どもはお客様の直販でお客様をです、ね、獲得させていただいておりますので、しっかりとです、ね、寄り添っていけば、AI もです、ね、私どもの仕事になるというふうに考えてございますわかりました。はい では最後になりますが、はい、番組をご覧の投資家の皆さんに向けてメッセージをいただけますでしょうか、はいはいえー、これからですねどうぞよろしくお願い申し上げます今回、上場に際しまして50社60社を超える機関投資家の皆様と7000名を超える個人投資家の皆様にです、ね、ご参加いただきましたこれからしっかりですね IR を行うためのです、ね、YouTube チャンネルそれから X、ツイッターのアカウントも開設してまいりますのでしっかりとです、ね、対話を繰り返しながら 皆さんとですね一緒に成長できればと思います。先ほど示しました通り非常に大きなですね投資の機会がございますのでぜひ皆さんとともにですねこの市場のダイナミズムをですね楽しみそして経済利得を得ていただければと考えておりますのでよろしくお願い申し上げます。はいファベルカンパニーの古澤信夫さんにお伺いしました。はい今日はありがとうございました。ありがとうございました。